ゴールデンウィーク、和製英語、GOLDEN WEEK GW とは、日本では毎年4月末から5月初めにかけての、休日が多い期間のこと。大型連休、本来は5月3日から5月5日までの、3日間を指すが、一般的には4月29日から5月5日までとされる。また直前、直後に土曜日、日曜日、振り替え休日がある場合、それらを含めて呼ぶことが多い。この場合は、その直前、直後の土日との間に、挟まれる平日の日数が、一般的な平日の連続日数である5日の、半数未満の場合、つまり2日以内の場合は、その土日もゴールデンウィークに、含まれるが、半数を超える場合つまり3日以上平日が、挟まれる場合は、その土日はゴールデンウィークには、含めない。この期間、4月29日、昭和の日、1988年、昭和63年、までは天皇誕生日、2006年、平成18年、までは緑の日、5月3日、憲法記念日、5月4日、緑の日、1988年、昭和63年、から2006年、平成18年、までは日曜日、月曜日以外なら国民の、休日、5月5日、子供の日、が、国民の祝日、2006年、平成18年、までの、5月4日を除く、であり、5月1日が命令のため休日になる会社、評価も少なくないことから、間の平日を休みにすることで、